グリーンホーネットはアメリカのラジオ番組、テレビ番組、コミックスのタイトル、あるいはその主人公である架空のヒーローの名前、デイリーセンチネル新聞社の若き社長ブリッドリード、彼の隠された姿は犯罪と戦う謎のヒーロー、グリーンホーネットである。彼はコートと帽子に緑のマスク姿で自らの正体を隠し武道の達人でもある。 アジア人の女子加藤と共にアイシャ・ブラックビューティー号を買って活躍する。ラジオ番組は1936年から1952年にかけて放送された。後にバットマンの成功を受けてテレビ番組が制作され、1966年から1967年にかけて放映され、日本でも放映された。ムスキー・コロサコフ作曲のの飛行原作者が 同じジョージ・ W ・トレンドルということもあり、グリーン・ホーネットは、ローン・レンジャーの末裔という設定である。また、相棒トントに否定するキャラクターが加藤である。映像化された作品では、両者の関係を明確に打ち出したものは存在しない。バットマンでも数話登場している。バットマンの登場話の詳細は、以下の通り。グリーン・ホーネットには、共に戦う助手の加藤がいるが、 テレビ版では、スターとなる前のブルース・リーがこの役を演じた。そのため、この番組は、ブルース・リーの出世作とも言われる。後に、本作をブルース・リー中心に再編集した、ブルース・リー・イン・グリーン・ホーネット、ブルース・リー・イン・グリーン・ホーネットに電光石火の2作が、劇場公開された。日本では、ブルース・リーの出世作としての認知度が高いが、アメリカでは、 本作自体のファン、マニアが多数存在する。なお、アメリカ国内で有名な日本人はと質問すると、ブルース・リーと回答する人が多いが、その理由は、ブルース・リーがこのグリーンホーネットにおいて日本人の役を演じたためと言われている。また、ブルース・リーの代名詞の一つでもあるヌンチャクはこの作品から使われ始めている。ブルースの動きが速く、 ダイナミックなためカメラに入りきらず NG を連発。TV を配するアクションはないものか、と考えていたところ親友であり、武術家の段位のサントに、ヌンチャクの指導を依頼。以来、ブルースといえば、ヌンチャクと言われるほどまでの技術を身につけヌンチャクの知名度も世界的に上がった。段のヌンチャクは正しくは、フィリピン武術のタバクとよくであり、 日本の琉球空手で使われているものより鎖が長い。2011年1月14日に全米22日に日本でミシェル・ゴンドリー監督による映画版が公開された。主演はセスローゲン、加藤役は税調。共演にクリストフ・バルツ、キャメロン・ディアス。少年1967年5月号から連載されていた。作画は山崎徹。 ありがとうございます。